はい、エミューちゃんのお世話です。行きましょう。あ、座ってる。この間、本当に座ってる。この間餌あげた手からまたあげれたんだけど、うんうん、前みたいに寄ってきてくれなかった。あー、なんだろうね、気分なんかな。やっぱり本当にカッパが気になっただけかな。あー、食べたかったわけではない。どこどこどこ。ここは熊田さん。え、どこ。真上。あ、本当だ、危な。あなたの身長だからギリ。いや、これが多分引っかかってたと思う。だからね、俺の身長だともう顔面で。まあ、つついてはいたね、今。穴は開いてた。水は減っていない。ね、餌の場所はどうしようかなって感じなの。水は全く減っていない。餌はつついている。昨日満タンまで、吉田さんかな、あげてくれて、もう私たちが行った時にあったんですけど、ちょっとだけ飲んだ、この5センチ、10センチぐらい。なるほど。はい、やってきてください。頑張って。おはよう。入るよ。お、来てくれる？来てくれなかった。ゆじちゃん。おはよう。するか、ともちゃん。逃げられた。タプちゃんは、おはよう。素通り。さて。お。どうした？おはよう。触ったら怒るかな。触れた。やった。でも別に喜んでないですね。この間のは何だったんだ。なんかあったっけ。あ、コニタの周りぐるぐるスリスリ回ってた。そうそうそう。もしもし。ごめんね、野菜持ってなくて。狭いとこ通るね。ちょっとは慣れたんじゃない。確かに。なんかさ、うん、最初タンポポを食べるとかなんとか言ってました。そうそう、タンポポあげてみたいけど今ないんですよね。あ、でもあっちのメスの楽園の前に生えてたでしょ。あ、花はないんじゃない。あの綿毛に花も生えてる。この間生えてた。あら、じゃあ食べるかも。なんだろう、ずっとそっちに行きたいんかね。こっち、そうかも。なしなし。ここはもうなんか、エミューが歩きすぎて道が、すごい道。ね、L 字の。向こうにもあるのか、一応。草の生い茂るスピードのあっちは速そうね。ここはもう完全に。あんなとこ止まって何してんだか。日向は暑い。ね、
昨日でもイジちゃんもタプちゃんも一回屋根下にいた。なるほど。暑いからね。あ、口が開き始めた。暑いね。水飲もう。いいよ。私たちでこうやって歩いてったら行くのかな。イジちゃん。あ、なんかちょっと慌ててる。入りたいの？あと、まあ自由にさせてやるか。ここの君たちのお家だし。ここも草刈りがちょっとはいるのかな。そうだね。うん、エミューちゃんたちだったらそのまんまいても枯れそうね。うん。トモちゃんにも構えてほしかった。え？何を？手。それでも株は抜けません。抜けませんね。これは草刈りしかない。これじゃ怖がるのかな。いいじちゃん。興味がない。なるほど。え、なんか体が面白い。帰る？ほら。ちょっとない。今日は穏やか。思ってて。はい。これだったら、ウーダーが素手で行きました。ほら、おお、あー、いい、あ、キムクジャーで可愛い。うん、あ、どうした、キビスを返した。お、お、お、いった。無理。重低音が響き始めました。泣く泣かないってさ、うん、あの、なんだろう、体の成熟とか関係ないんだ。ああ、こっちの方がまだ若いとかない。あ、でもどっちも立派な大人らしい。へえー、そうなの？なんで君は泣かないんだい？ごめんね、今日は小松菜がないんだ。あったか。うん、すごい暑いね。うん、日差しがね強いからね。あ、いいぞ、そのままお水のとこ行きな。あ、戻ってきた。なんだろう、エミューさ、草食べるって聞いてたけどさ、うん、あんまり食べなくない？いや、もう2羽だと追いつかないんじゃない、この草の成長に。あと美味しくない草もある。小松菜をあげたばっかりに小松菜が大好きになってしまったかな。それもあるかも。お、タプちゃん食べてんのかな。ね、イジちゃんにばっかり構ってるけど。ドゴンドゴン。こっちはどうなんだろうね。まあまあ、ここのパドックには慣れてくれたり。こっちの方がなんか喧嘩っ早そうね。うん、なんかまず触らせてくれない。うん。ほら。あれ、この子はあっちにいた時は人慣れしてたんだな。うん、
いや、どうだろう。まあでも普通に人が入ってたりしたらしいけれど、今のお寺みたいなこと。そうそうそう、飼い主さんには慣れてたんかもね。いつから飼ってたんだろうね。わからない。ひなから飼ってたんだとしたら、うんうん、すごい慣れそう。もうあれじゃん、親から引き離されたような感じで。そうそう、でもいつもにそう、こんな感じ。いつもね、怖がってないで。下向いちゃって、うん、寂しいか。あ、また炎天下に行ってしまった。こんな感じですかね。はい、はい、は以上、はい、エミューのお世話でした。